鳥山石炎、根弱がと属百鬼より、引け芝火消ーは、鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集、根弱がと属百鬼にある日本の妖怪。人家の中のちょや暗闘などの火を吹き消す、老婆の姿の妖怪。陰気の存在である妖怪は火などの陽気を苦手と、するため、その火を消す存在が引けーだとされる。石炎が創作した妖怪の可能性が高いと、 指摘されており、江戸時代の吉原遊郭の風刺、または、性病の恐ろしさを風刺し、豊島の師匠をモデルとして創作されたものとの説もある。石炎の妖怪画を模写した浮世絵師、北尾重政の怪物絵本では、名称は吹消しバーとされる。山田のりおの著書、東北怪談の旅でも吹消しバーと題し、秋田県の宿場町の旧家で、結婚の祝い事があり、客たちが、 座敷から引き上げた後、座敷のろうそくの明かりが消えていないことに番頭が気づいて消そうとすると吹き消しバーが現れて、ろうそくを吹き消し、すべて消し終わると姿を消したという話がある。妖怪漫画家、水木シュゲルは名称を吹き消しバーとしており、明かりを灯して宴会をしている時など、わけもなく火が突然に消えてしまったり、また宴会帰りの客が提灯をつけて、 夜道を帰ろうとしたとき、その提灯のろうそくの火が消えることがあると、それは遠くから吹きショーバーが息を吹きかけて火を消したためだと、している。ありがとうございます。